ボキボコさんと申します。オレンジスタの所属俳優今津智也です。オレンジスタ所属俳優伊藤文乃です。はい、まずオレンジスタとは、2009年名古屋を拠点に、立ち上げました劇団で、ございます。普段はですね、マクロな社会問題を題材に家族とか恋愛などミクロな視点から会話やエンターテインメント調などの、まあ、演劇、お芝居を作っている集団でございます。今回の第6回公演、白黒つかない、こちらはですね、医薬の横山拓也さんが講師を務めました、三重県の津あけぼの座の長編戯曲講座で書かれたワンシチュエーションの会話劇でございます。こちらですね、求人広告の専門代理店、まあ、リクルートのタウンワークみたいなものですね、を作っているデザイン系の会社を舞台に、コピーライターさんやデザイナーさんや営業さん、社長さん、商務さん、そんなオフィスのさまざまな人間関係がぐちゃぐちゃぐちゃ、ああ、もう嫌やっていう感じの会話です。なんですが、における人間の心理というものが完全に表出しているコミュニケーション不全を身体で表現するという、なんとも難解な不思議な感じになってる。難しいこと言いましたね。だからどうなんですか、やってて。まあ、この難しいことを簡単に言ってしまうと、要するに言うと、まあ、ダンスでコミュニケーションを取りながら会話劇を同時に行うっていう。90分間、ね、90分間どうなん。いや、踊りっぱなしですね。疲れるよね。あれね、体が疲れるだろうって思うけど、頭に疲れるんだよ。そう、喋ってる、喋ってることそうだよね。大変なんですよ。見てるお客さんにとってはですね、あの会話や人間の心理が見えるんだけども、新しいすごい感覚を覚えるあの作品になってると思いますので、皆さんぜひご覧ください。まずは名古屋公演。はい、名古屋公演は、9月25日から28日まで七つ寺共同スタジオにて行います。大阪公演は10月の11日土曜日14時からと19時半から、12日日曜日11時からと15時からインディペントシアターファーストにて行います。そしてですね、大阪公演の、11日土曜日19時半の回と12日日曜日15時の回は、ゲストをお招きしてのアフタートークを予定しております。11日土曜日19時半の回はですね、ニットキャップシアターのゴマのハエさん、12日日曜日15時の回は万博設計の橋本忠さんをお招きする予定です。はい、働くこと、生きることを問う深い作品でございます。